福島第一、よろしいですか、ちょっと教えてほしいことあるんですが。はい、ホワインの方からですね、 PCV ベントのその判断理由を聞かれてて、何をもってそのベントしたと判断したか教えてくれって言われてるんで。圧力さん、いやだからベントはだってラプチャーが開くからベントになっちゃっただけでしょ。であれば操作していいって言ったのはホワインが言ったんじゃないんでしたっけ。だからラプチャーディスクの設定圧ぐらいでしょって言うんじゃないの。そしてドライウェルの圧力が下がったことがベントが成功したことじゃないでしょうかっていう、そういうことじゃないの。それだけの話なんだ、物理的な話なんだけど。